米男子ゴルフプレーオフ第1戦フェデックスセントジュード選手権第3日、17日、米テネシー州メンフィス、TPC サウスウィンド7243ヤードパー70。首位に並んで出たパリ五輪銅メダリストの松山英樹、32イコールレクサスイコールは1イーグル、5バーディー、1ボギーでこの日ベストスコア64と伸ばし、通算17アンダーで5打差の単独トップに立った。 ベイツアーでは単独首位で最終日を迎えた場合、過去3戦3勝と、V 確率100%で節目の通算10勝目へと前進した。20歳のニック・ダンラップ、米国、が、12アンダーの2位で続いた。パリ五輪覇者のスコッティ・シェフラー、米国、は10アンダーで7打差の4位。松山がスーパーイーグルで盤石のゴルフを展開した。3番パー5だ。 やや向かい風の中、残り260ヤードから3ウッドの第2打をコントロールショットで、ピンそば4、5メートルにつけてイーグル。さらに4つ伸ばし、64で2位に5打差をつけて単独首位に立ち、びっくりしている。いいプレーができたと思うと白い歯がこぼれた。風が強まって難易度が上がり、他の上位陣が伸び悩んだのを尻目に、快調にリードを広げた。 7番は絶妙なウェッジショットから2メートルに来たり池に囲まれたグリーンの11番パー3では45メートルを沈め歓声に右手を上げて応じた終盤の16番パー後も第2打を13メートルに乗せ2パットでバーディーショットは良かったり悪かったり大会前に痛みが出た腰の状態はスイングに影響がなかったのでそこは良かったと冷静にうなずいた 第3日を終えて5打リードは米ツアーでは自身最大差だ。単独首位で最終日を迎えた試合はこれまで3戦3勝。このコースなのでリードはあまりないようなもの。そこは考えずにプレーしたいと気を引き締めた。今大会3日間のショットの精度を示すパーオン率は74.07%。パーオンしたホールの平均パット数は1、53で。 共に全体にを記録するるなどプレーが噛み合っている3日間と同じようにいいプレーができるように準備したい。節目となる米通算10勝目とプレーオフシリーズでの日本人初勝利の歴史的快挙は目の前だ。